今日はね、何してたかな。今日は、そう、靴を買おうと思ってたんだけど、あんまりなんかいい感じの靴が見つかんなくて買わなかった結局という日でした。え、明日になってた？やばい、いつもさ日付変わってからさ予約しちゃう。そんな日でした。そんで、どうしようかなと思って、いい感じの靴がなくて、どうしようって思って、ちょっと考えた結果、靴をクリーニングに出すことにした。はい、そうすることにしました。かなー、それぐらいです。あ、髪切った。前髪だけ切りました。こんにちは。前髪だけ切った。かなー。でもなんか今ちょっとなんかゴロゴロしててボサついてるんですけど、本当はもうちょい様になっています。今日はさ、あれじゃないですか。NST さんのさ、ん？ん？ なんだっけ、ヒーローショーみたいなのとかさ、あるやつじゃないの？ね。明日はラジオ、そうだね。NST 祭りね。そうだ。配信なかったんだ。NCT さん？配信ないんだね。子供たちの頑張れがすごかった。頑張れ、ハート。ねえ。ちっちゃい頃はね、頑張れ言いがちだよね。プリキュア頑張れとか言うよね。持ってね。配信なかったんだ。二度も NGT48 やったのよ、だって。二回 NGT48 やる感じのセトリでしたの？強そうだな。新潟48。アンコール？アンコールね。なるほどね。なるほど。急遽アンコールに
対応したらしい。え、アンコールってさ、ない場合はさ、もともと予定ない場合はさ、普通さアンコールって言われてもさ、やんないと思ってた。そうなんだ、やることあるんだね。うん、びっくりした、そんなことがあったんだ。じゃあ言ってみるもんですねフェスとか自分、その人たちが最後だったら言ってみるもんなんだな。うん。アナウンサーさんの締めの挨拶の前にアンコールが発動した。なるほどね。ちょっと流れが分かんないからちょっとあんま想像できないけど、そんなことがあるんだ。言ってみるもんですね。ちょっとイベントでさアンコールって言ってさアンコールになることがあるんだ、びっくりだね。なるほど。うん、いやー、そろそろ夏ですよ。今日暑かったよ。暑かったよ。暑かった。本当に今日。すっごい暑かった。本当に。びっくりした。暑かった。暑すぎる。暑すぎる。暑いもん、これ。そう、結構、生地暑くて、暑いんだよね。そう。暑かった。もう夏もそろそろだよ。夏もそろそろ、いやー、いやーとか言って、だってニットみたいになってる。暑いよね。なんか夏はフェスにたくさん出るといいなー。うん、なるほどね。確かにフェスね。ちょっと NGT は出れると思うんですけど、鈴木リリカが出れるかはちょっと分かんないっすちょっと分からない。はい、んでも夏浴衣着たいな。あ、もう浴衣だ、着付けしてくれる人いるかなってところあるけど、どうなんだ。去年たくさんあってね。ね、そうだよね。去年、そう、出れないのっていうか、そう、まだ別に確定もしていないので、そう、誰もわからないけどっていうねそうだな。着付けできるかな。いやー、むずいな。成人式の振り袖もう考えてたりする？だって、ちょっと考えた。なんかね、毎年成人式の人たちがなんかニュースとかでさ流れてきたりするじゃん。なんか今年の成人はみたいな、おーイケイケみたいなニュース、そういうの見て、こういう振り袖着たいなとか思ったりする。浴衣も好き。そう、なんかさ浴衣とか着ててさ、浴衣のさ最後のさ帯の帯なんかちょっとだけ見える帯、全面見える帯、一番最後の紐みたいなのあるじゃん、これ丸いさ、こう紐、そのさ紐がさ、あの着付け師さんのなんか技でさ、なんかすごい綺麗になってたりするとさ、へえって思う。あれすごいよな、浴衣。
名前わかんないけど、すごいよね。浴衣着たい、浴衣おしゃべり会で着たいな。おしゃべり会、おしゃべり会、夏にはあるといいですね。夏にないと浴衣着れない。そういえばそういうこと、浴衣をおしゃべり会で着たいという気持ちという気持ちそう、握手会になる可能性もあるよ。だって確かに、確かに握手会になったりするのかな。浴衣着たいね。他のグループは握手会やってる？あ、そうなんだね。制服も着たいし、学生のうちに、学生のうちにおしゃべり会で制服たくさん着ときたいし、浴衣も着たいし、あと何着たいか分かんないけど、あと何着たいか分かんないけど、まあコスプレね、コスプレね。でもなんかパッと思い浮かぶものがなかった。さっき着たいもので、着たいコスプレで、なんだろうな。メイド？ナース？確かにね。王道、王道系ね。王道系のコスプレね。イカ様はオフラインまだなんだっけ？だって。いや、全然もういいんですよ。もういい、もういいんだけど、できるんだけど、できるんだけどね。そう、NGT 全体はまだ始まっておりませんのでね。そういうことなんです。次のが始まればできるっていうこと。そういうこと。リリニャンも来てくれるかな。だってハナニャンのやつハナニャンね、花にゃん。語尾がニャンになるやつ。ギャルメイクね、やってみたいけど、ちょっと自分じゃなんかも持ってるものがない。だってさ、あんな黒、めちゃ黒いさ、黒くしなきゃいけないじゃん、肌を。そういうものがないわ。そう、それがないから、さてどうするんだろうっていう感じ。あと目白くしなきゃいけないよね。持ってないっすね、目白くするやつ。ガングロみたいな、そういうやつ持ってない。ドンキとかで買い揃えようか。でさ、買ってもさ、普段ギャルじゃないからさ、多分さ、おしゃべり会の時しか使わないじゃん。普段ギャルじゃないから、だからどうしようか。お試しサイズとかで売ってればいいのよね。ギャルセット、ギャルセットお試しみたいな、ちっちゃいやつで、コスプレメイク用みたいな、ちっちゃいので売ってればやりやすいんだけど。
使い切るために毎回ギャルになりそうだって。使い切るためにごめん今日の分もギャルなんだけどごめん。確かに花江ちゃんとギャルメイクのコラボしてほしいだって。しようよ花江ちゃん。確かにコラボにすれば花江ちゃんにメイクしてもらえるかもしれない。確かに。確かにな。そうしよう。花江ちゃんにやってもらおう。そうだな。あ、そう、花江ちゃんにやってもらおうで思い出したわ。そう、何思い出したんだっけ。あ、そう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 、思い出した思い出した思い出した。そう、メイク、そう、先輩のメイクがキラキラ綺麗だなーって。そう、そうそうそう、そう、スタッフさんとなんか話してて、そう、いつか先輩にメイクしてもらいたいなーって、そう思っているんですよ。そう、そう、先輩のメイク体験してみたい。メイク体験。なんか後輩後輩したい。頼めばいつでもしてもらえるんじゃない。ああ今そうだから、そう、あざとメイク希望です。あざといメイクってなんじゃい。ね、みみさんってこと？うん、確かに。でもね、言うてね、3期でも年上ならいいんだよね。そう、メイク歴が浅いんですよ。そう、メイク歴が多分3期生の中でも一番浅いの。そう、入った時からメイクしてたことがなかったし、そうそう、だから言うて年上でな、経験の長い人であれば正直そういいんです。3期生でも実質人生で言えば後輩なので。はい、ポキさん確かにね。スイスイ確かに。いや、全員に確かにって言ってるわ。でもさ、メンバーのメイクをさ、自分がしたらさ、どうなるんだろうなって今思った。でもポキとかは割と結構顔が似てるからやりやすそう。あえてのハルチュンだって。ハルチュンだったら多分めっちゃ目つり目になりそう。めっちゃ偉いピーってしてるから。うん。ゆなちゃんは今日本気のメイクしてた。だってマジやばいやばい、私は本気度
5%。 メイクしてるかすら分かんないよこんなの。こんなのとか言って、そうメイクしてるか分かんないし、なんなら眉毛描き忘れてるし。うん、でも公演ではちゃんとしてるから許して、配信だしすっぴんじゃないだけ許して。ギリメイクしてるかもぐらい、あ、わかんねえな。わかんない。ナチュラルメイクってことにして。まだ高校生だし。はい、ナチュラルってことで。眉毛ない時あるんだって。ある、書いてない、今は書いてない。でもね、公演の時はちゃんとメイクするから。そう、いや、ちゃんとメイクする、してるか、うん、してるしてる、うん、してる。してるよ。そう。だから、ちょっとね、配信なので、そう。あえての、あえての。そう、でもね、先輩、そう、のメイク、おーって思ってる。技術がおーって。おーって思ってる。そう。特にどなただって。でも。ひなたさんとか、いや、ひなたさんは、ひなたさんはちょっとあれか、ちょっともうもう卒業されてしまったからちょっと諦めて、やばい、真剣タイム。今音楽流れてる、でででででって流れてる。誰だろう。そう、今ガリレオ流れてる。ちょっと推理しちゃってる。実に面白い。そう、でもすごいなんか自分の顔をすごく理解しているみたいなのはななみさんかな。今ちょっと脳裏を駆け巡った、ガリレオ流して脳裏を駆け巡った結果、そうかも。そう、うん、整いました。数式流れてた、ここら辺に。そう、ここら辺でいきなりはっ整いました。いきなり黒板とかに整えました。うん、頭ん中でそれやってた。ななみさんかなという結果になりました。勝手に壁に書いて。整いました。はい、
そうですね、数式で今解いた結果とても、はい、とても、はい、バカ、なんだろうね、なんでしょう、まあ整いましたって言ったのに、やばいやばい、数式で今解いて整って、どんなところが良かったかというと、とても保湿にこだわっているななみさんはそう、保湿ってずっと言ってるから今整った、うん、で整ったから、そう、はい、もう整った、はい、保湿についていつもなんかすごく叫んでいるので、魂の叫び、そう、あ、そう、それが決め手ですね、はい、もちろんです、うん、はい、それです、決め手は保湿って言ってるから、そう、保湿警察、そう、それかな、はいはい、こんな感じかな、いじってるやんだって、え、いじってない、いじってない、え、でも本当に何だろう、真面目に考えて、でもね、すごいね、言葉で言い表せないわ、言い表せなかった、はい、でも、モノマネが得意なひのさんひのさんね、ひのさん確かに、ひのさん確かにな、あと、そう、かえりさんはなんかメイクをすごい時間から始めるんですよね、なんかすごい MC じゃないや、なんか開演時間結構攻めるなみたいな時間にメイクを始めるので、すごいなと思う、めちゃギリギリにメイクを始めるイメージ、なんかギリギリまで、なんかこの前はなんか銀マット敷いて、なんかギリギリ、結構ギリギリでもないけど、ピクニックみたいな感じになってたらしくて、うん、らしくってっていうかなってて、そう、ピクニック、うん、うん、そう、日野さんが用意したマット、そう、メイクの前に
ピクニックをしてて、そう、すごーと思いました。本当に面白い。誰でも参加してよかったらしいだってそうなんですね。本当に面白い、カエリさん面白いな。まあでもね、それだけなんていうか、おおらかな性格というか、うん、まあそんな感じです。そうそう、まとめると、そうカエリさん面白い。リリカさんは虫退治したってカエリさん言ってた。ミミさんと共同作業でしたね、それは。はい、リリカさんは虫苦手だと思ってたのに。だってそうでしょ。そう、でもなんかミュウミュウさんがすごく冷静で、でそう、先輩がどうしようどうしようってなってたから、ああなるほどと思って、あーこれは後輩がね退治しなきゃいけないやつかなと思って、私もちょっと怖かったけど、スンとした顔で、はい、なんか、はい、私はできるできるって思いながらやりました。はい。ほう、自分からです。はい。でも怖いところは多分みゆみゆさんがやってくださった。みゆみゆさんは本当にいけるタイプだったのかなと思うんですけど、はい、わかんないけど、スンとした顔でやればできるって感じでした。はいそう、先輩4人ぐらい、そさ3期生まあ3人とかで、あと1期生3とかで、あどうしようこれは3期がって思ってやるっていう、はい、自分からエラー、はい、あんだけ配信で騒いでたのにね。心を無にして、そう、そう、さっき前何の話してたっけ、あメイクの話してたか、あそうそう、そのメイクの話してた。あ、そう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 。流して、あ、そう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 。骨格診断ね、骨格診断もあったし、そう、あと顔タイプもメイクさんとやってた。それは全体じゃなくてメイクさんとやってた。
やった結果フレッシュだった。あ、自己紹介でも言ったよね、フレッシュでした。フレッシュだったの。フレッシュ、フレッシュ。日野さんも同じらしい、フレッシュ。でもなんかね、全部私ね、中間ぐらいなの。どっちでもないよね、どっちでもないよねって全部大体言ってて、どちらかといえばこっちなような気がすから、とりあえずこっちにしてみようかっていうので全部進めていったの。どっちでもないけどとりあえずこっちにしてみようって言って全部進めたから、ちょっと性格かはわからないです。はい、わかんない。平均値だった。そうそう、目がつってるか垂れてるかって言われても、まっすぐだねみたいなのとか、平均、平均です。こんにちは。そう、平均でした。フレッシュ。フレッシュ、フレッシュ。そう、でもプロの方がやると違うかもですね。顔診断、骨格診断プロですみたいな人がやると違うのかもしれない。まあ着たいもの、したいメイク、やりたいことすればいいですよと思います。ですが私はあんまりやりたいことがないので、まあなんかやりたいこともそんなないなら似合うことしておこうかなみたいなノリです。はい、なんかどんどん私下がっていく。リリカ様はイエベなのブルベなのというコメントが2個続いている。こんにちは。そうだな、なんかイエベの人と並ぶとブルベな気がするけど、自分はどっちかって言われるとちょっとわかりません。ちょっとわかりません。はい、そうブルベだねって言われるけど、なんか中間ぐらいな気がする。わかんないから、なんかそう、はるちゅんと話してたりとかするときにブルベじゃねってなったけど、中間なんかどっちでもないかなみたいな、どっちでもない、なんかどっちでもあるようなどっちでもないようなみたいな感じがする。わかんないね。まあ中間ってことで。何もわかんないので、平均です。どっちの面もある気がするんだって。確かに。リリベ。じゃあリリベにしようか。どっちがとことん似合いませんとかはないかも。どれが似合うかって言われるとちょっとわかんないけど、似合いません、これは絶対に無理っていうものはないかなって思う。そうだなって感じ。
覚えてる。そう、そんな感じ。でも日野さんがフレッシュならフレッシュそう。私顔はフレッシュで、ちょっと動物さんたちがワンワンワンと言っています。めっちゃ亡くなった。そう、犬さんが騒いでいる。そう、そんな感じでした。最近の公演の裏話、裏話、骨格。そう、骨格の話もしたよな。そうで、顔はフレッシュって分かったけど骨格は分かんなかった分かりませんでした。分かんなかったねっていう感じ。でもね、服はね、正直ね、骨格分かんないけどまあいっかみたいなところある。正直犬が、そうだってまだ子供だし、まだ骨格変わるかもしれないし。はい、骨がまだね終わってないんで、まだ身長も伸びるので、まだ完成形じゃないので。そう、今分かんなかったのは、どれにもなってないんです、多分まだね、多分ね、骨終わってないんでね。まだ始まってない。そう、完成形じゃないから、骨格の伸びしろがあって、ちょっとどれにも当てはまんなかったんですね。そう、ヘラクレスとかでね、あ、肩の話したよね、そういえばね、この肩はみたいな。え、でもメンバー見てて思ったのが、日野さんとはるかさんと、日野さんとはなかさんはなかさん日野さんとはるかさんと、うん、かな、がレア型だった。レア、レア型って MC で話したよね。レア型、そう、私は普通の方だった。なんかそう、あのさ、なんか衣装とか服とかでもさ、肩が不思、なんか不思議な、なんかレアな肩だった、観察で思った量産型ダジャレだ。そうだったの、私は普通の肩だったって MC で話してたよね。そう、不思議型、でもね、あと誰が不思議、ちょっともう一回見ないと分かんないな。その時 MC で話したのが日野さんとはるかさんだったから、そう、もう一回見ないとちょっと答え方は思い出せません。そう、後輩メンバーにはいないのだって。同じ衣装着てなかったからな、同じ衣装着てなかったから分かんなかった。うん、
そう、みゆみゆさんの鎖骨ね、確かにみゆみゆさんの鎖骨綺麗ですよね。うん、みゆみゆさんはそもそもなんて言うんでしょう、骨から綺麗だなーって見てて思う。リカ様、肩からか、カバンは肩から落ちるんだっけ、だってどっかで話したな。そうなんですよ、髪の長さも問題があるのかもね。ショートとかだったら落ちなかったかもね。いや、全然骨フェチではないですけど、そう、逆に全然違うけど、なんだろう、なんか普通に見てて、おー、すごい気を使っていらっしゃるのかなーとか。いや、違うな、もう芸能人の骨格って感じがする。リーカさんは全然骨フェチではないんですね。そう、でも人間、通常の人間として見ても、ああ素敵な方だなと思う。そうそう、リリカさんも芸能人よ、だって芸能人なの。アイドルって感じかな。そう、アイドル、そう、でもなんかアイドルの骨格みたいな感じがする、みゆみゆさん。キャシャ。そう、私は結構通常、なんかね、日本の平均。そう、身長も割と日本人、割と日本人だな私は、結構ね、日本人の平均値かな、だいぶ身長とか。逆に身長、いや、そんな平均でもないかもしれない、てか平均が分かんない。はい、そう、和風ですね。でもそう、もっちゃん、確かにもっちゃんも確かに美しい、美しいタイプ、背が高い、背が高い。もっちゃん背高いなって思う。スラッとしてる、骨が細いなーと思って、美って感じ。リリカ様しか何センチくらいあるんだっけ、だって、いや、まだわかんないんだよね。そう、だからまだわかんないから、適当に163とか言ってみてる、適当に言ってみてるけど、なんか言ってれば、なんか言霊みたいなところあるから、そうかなーって思ってるかな。はい、適当に。はい、1年後はたかしが一番高くなりそうだって。確かに、たかしさんはね、そう、結構高いイメージがあるかも。たかし結構高いよ、ダジャレ、たかし高い、伸びしろだよね、伸びしろ。たかし。そう、伸びしろですね。
足が痛くなってきたぞ。いてててて。DMM のエンディングで163って言ってたね、だって。あ、そうだった。思い出したわ。あれはもしや日向さんと一緒の時だ。わーい、思い出した。日向さんと私と待って、思い出せない。助けて。思い出してる人いる？わかる人いる？わかる？わかる人？わかる人？ごめんだって。知らんがな、だって。知って？いつのやつだろう、だって。コンサート前。いつだっけ？いつかわかる？コンサート前。コンサート前。覚えてない？あ、私も覚えていません。そう。私も覚えていませんが、聞いてませんでした、だってちょっと。でもね、記憶力が本当にない。話した内容は覚えてんのに。そう、3月24日かな、だって。もしかしたらそうかもしれない。コンサート前だし3月24かもしれないよ。だとすると、だとすると、日にちが分かってもわからない。でででででで、どうしよう。誰か助けて。もう私は思い出せないけど、3歩歩いたから忘れた。誰か、今日なんかいろんなことを忘れてない？なんか忘れてる話題を話してない？今日なんか最近今日はなんか忘れてる話題を話して困ってる。はい、数式では思い出せないです。ちょっと思い出せませんでした。ふわふわふわ、物忘れ配信物忘れがひどくって、ヒヤ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 。犬が吠えてるの。あー、やひゃひゃひゃ、あしゃ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 いろんなことを忘れている。ひゃひゃひゃ、実は俺もそうなんよあ、そうなんですか。黒い虫は覚えてます？いや、物忘れがひどくてね。あらららら、最近はのもう天気日和でのあ、まあ結構な年ですか結構な年ですからね。いやはやいやはや、物忘れがひどくって、いやはや
ご飯は残さず食べるんだよ。いやはやいやはや、もう15だよ。あらららら、今何時だろうな。57分か。そう、もう15で思い出した、あのドラマ面白い。ナインボーダーだっけ、いて面白い、あれ好き。そう、面白いなと思いながら見てる。次何話だろうな、 6?5? とかぐらい。面白いあれ見てる。あ、ドラマで思い出した、あの日向さんもさ、日向さんもさ、ドラマ、日向さんのドラマ、そう、そう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 、日向さんのドラマ、日向さん、そう、妊婦さん役の、そう、おーおーと思った、テレビに、はあと思ってる。やばい、時間が、おとと、そう、壇上を読むよ、いきまーす。おとと、13位ラフィーさん、12位クリキントン長官さん、11位ズローロピペさん、10位コバさん、9位千人さん、8位翼星さん、7位カンクロウさん、6位ベロさん、5位タカラさん、4位ハルカネコさん。